特性がいいスピーカーは音がいいのか、そして特性が悪いスピーカーは本当に音が悪いのか、実際に聞き比べてみよう。はい、ということで皆様こんにちは。自宅で視聴そのまま購入オンサイトオーディオのしけもくです。本日なんですけれども、スピノラマと呼ばれる測定方法によって導き出されるプリファレンスレーティングというスコアがあります。これは、一般的にスコアが高いと特性が良い、つまり周波数特性がギザギザしていなくて指向性が良かったりとか、そしてスコアが低いといわゆる特性が悪い、周波数特性がギザギザしていたり指向性が悪かったりといったような、特性の良し悪しの判断に使われる、プリファレンスレーティングというスコアがあります。この動画ではそのプリファレンスレーティングの高いスピーカーと低いスピーカーというものを実際に聞き比べてみて、本当にね、聞いた時の音質に、どれぐらい参考になるのかというのを、実際に皆様と一緒に聞き比べてみたいと思います。ということで、まずはですね、今回聞き比べをする2機種をですね、簡単にご紹介したいんですけども、まず、プリファレンスレーティング、PR 値が高い、いわゆる特性がいいというふうな測定上のね、特性がいいと言われるスピーカーなんですけども、こちらでございます。JBL プロフェッショナルの LSR305。中古でだいたいお値段3万3000円ぐらいのスピーカーでございます。こちらね、結構手に取りやすい価格なんですけども、PR 値 6.0 と。ということで、安いんだけども、PR 値が高いスピーカー、モニタースピーカーですね。ということで、こちらの機種を、いわゆる特性がいいスピーカーということで、聞いてみたいと思います。そして次に、PR 値が低い、いわゆる測定的には特性が悪いと言われるスピーカーなんですけども、こちらでございますね。B&W の 607S2AE。PR 値はなんと驚異の 3.1。かなり低いです。かなり低いんですけど、これね、私の動画で何度も出させていただいているスピーカーで、個人的にはね、かなりかっこいい音がすると思ってるんですよ。はい。なので、私としては測定値は、PR 値は、プリファレンスレーティングは高くないんだけども、かっこいいと思っているスピーカー。そして、安くて PR 値が高いスピーカーということで、聞き比べをしていきたいと思います。では、比較視聴に入る前に、そもそもなんでこんなにスコアの差が出てしまうのかという、プリファレンスレーティングの簡単なね、説明をさせていただきたいんですけども、プリファレンスレーティングの重み付けというか何を大切にしているかというと、一つは周波数の滑らかさです。軸上と軸外とかいろいろあるんですけども、基本的には周波数特性が滑らかであること、滑らかでスムースであること。で、もう一つは、低域がしっかり出てること。これが非常にね、プリファレンスレーティングのスコアをつける上で重視されるポイントです。はい。ということで、これを頭に埋めた上で、なぜ、これ 6と3.1って倍近いじゃないですか。なぜこれぐらい、違いが出てしまうのかというのを周波数をね、ちょっと引用含めて見ていきたいんですけども、まず LSR305 の周波数特性なんですけども、こちらでございます。はい。こちらはですね、Estimated In Room Response という、実際に部屋で聞いた時のに予測される周波数特性というものを描画しているんですけども、これですね、結構典型的な PR が高い周波数特性ですね。低域が盛り上がっていて、そしてハイに従って右肩下がっていく、そしてそんなにデコボコしていなくてなだらかな周波数特性になっているというような、これがですね、本当に繰り返しになりますが、典型的な PR が高い周波数特性なんじゃないかなというふうに思います。はい。そして対してこの、B&W の 607S2AE、半分ですよ。6に比べて 3.1 の周波数特性はどうかというと、はい、こんな感じでございます。はい。先ほどの LSR305 と比べて、やっぱりこう、デコボコっていうのが大きいですよね。はい。こう、上に上がってるところもあれば、下に下がってるところもあるって。このデコボコ凹凸っていうものは、PR の観点で言うと、評価をされない。あまりスコアが高くならない要因であるというようなところでございます。はい。こんなような周波数というものを、ちょっとね、頭に入れていただきながら、比較視聴をしていただければと思います。それではここから聞き比べに移っていきますが、簡単にですね、視聴環境をご説明させていただきます。まず LSR305、 こちらはモニタースピーカー、アクティブスピーカーなのでアンプは使いません。なのでパソコンと DAC で、DAC はトッピンの DX5 を今回利用いたします。はい、こちらのセットで聞きます。で、こちらのですね、607S2AE に関しては、パッシブスピーカーですので、先ほどの DX5 に加えて、同じくトッピンの PA3S、こちらをアンプとして繋いでおります。で、もちろん音量はですね、事前にしっかりと揃えて、ほぼ同じな音量になるようにやっております。ということで、驚異のね、
プリファレンスレーティング6と 3.1 という倍ぐらい違う2つのスピーカーの聞き比べ、ぜひ楽しんでください。それではどうぞ。It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me.It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me.はい、ということで皆様、こちらの2機種聞き比べをしていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、まず一言申し上げたいんですけども、特性が悪くても音がいいスピーカーはあります本当に特性が悪くても音が悪くないスピーカー、特性が悪くても音がいいスピーカーっていうのはあるなっていう風に本当にね、私は本気で思うんですけども、まあ、もちろんね、この、LSR305 と 607SA 聞き比べていただいて、好みがありますから、305の方が好きだっていう方がいらっしゃると思います。で、全然それはね、好みの問題ですからいいと思うんですけども、でも、607SA の方が好きだなって方はいらっしゃると思いますし、多いんじゃないかなって私は思うんですよ。まあ、ちなみに私は、実際にリアルで聞いて、607SA の方がいいなと。まあ、いいっていうのも、しかも私の中では、結構いいなっていうふうに思いました。はい。で、少なくとも、こちらが 6.0、こちらが 3.1 っていうことを考えると、そのスコアの差から想起されるような音質差っていうのは全然なかったと思うんですよ。なので、スコアだけを見て音の良し悪しっていうのを判断するのは、私はやっぱ良くないなと思うし、結構危険なんじゃないかなって思うというのは、まずお伝えしたいことでございます。はい。ただ、それと同時に、こちらもね、強く言いたいことがあるんですけども、何かっていうと、スピノラマ、そして、プリファレンスレーティングっていうのは、とても参考になるんですよ。うん、これは、私は本当に、こちらも声を大にして言いたいんですけども、私は非常に測定をね、重視します。はい。測定は結構重視しますし、そして、PR 値とかは出てたら絶対見るんですよね。で、プリファレンスレーティングって、高いと、やっぱり、こう周波数特性がスムーズで、そして軸がいいの特性がいいので、視聴位置を選ばない、そして低域っていうのがしっかり出てるみたいな PR が高いことによる音のイメージっていうのは結構つくんですよね。でなおかつ基本的に PR が高いスピーカーは外れがないんですよ。まあそういったようなのこう特性の良さから想起される音質とか、あるいはまあ外れっていうのはそうそうないよねみたいなような用途としては非常に機能しますし、やっぱり測定っていうのをね、ないがしろにするっていうのは私は良くないと思うので、そういった点ではスピノラマ、プレファレンスレーティングっていうのは非常に重要だというふうには思うんですけれども、でもやっぱりそれだけでは測れないよねっていうのが私がね、すごく思うことでお伝えしたいことであります。ということで、ここから簡単にですね、LSR305 と 607SA の特徴といいましょうか、感想をね、お伝えしていきたいんですけども、まず、こちら LSR305。やっぱ33,000円なんですけども、私はいい音結構するなというふうに思いますね。非常に特性の良さから、得られるような音の滑らかさ。そしてやっぱり低域の量感、低音の量感っていうのはありますし、横の空間もね、軸外のね、特性もいいっていうのもあると思うんですけども、結構空間も広いように感じます。はい。ただ、
デメリットとしては奥行きみたいなものはやっぱり感じないですし、すごくモニターライクで個性とか主張とかそういったようなものは感じないなっていうのが LSR305 の印象でございます。はい。でそしてこちら 607S2A の、まあ、印象というか感想なんですけども、まずね、聞いた瞬間に音のリアリティがあるっていうふうに私は感じますよね。こうパンとこのね、こう指パッチンの音とか、バスドラムの生々しさみたいなような、そういった、まあ、音のリアリティ、生々しさみたいなものが感じられる。で、まあ、それと繋がるんですけども、音のメリハリとか、こう、陰影みたいなものは感じますし、それともう一つ、奥行きと立体感といった空間表現みたいなものも、607SAE の方があるというか感じられるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。なので、まあ、こちらがモニターライク。で、こちらはやっぱりオーディオライクというか、やっぱりそのスピーカーがしっかりと演出してくれて、それは全然いい方向に演出してくれるといったような音質なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちらの 607SAE の、まあ、デメリットというか気になるところとしては、横の空間はそんなに広くないなというところと、広域はね、やや強みに出ているので、そこは人によっては、まあ、気になるところはあるのかもなというふうに思っております。はい。で、ただ、もう一度繰り返しになりますけど、やっぱり6と 3.1 っていうスコアから想像されるような差っていうのは全くない。本当に。うん、全くないので、本当にこれが一番申し上げたいことなんですけども、プリファレンスレーティングはすごく重要です。重要ですし、役に立つんですけども、でもスコアが低いからといって、聞かずに、いや、このスピーカーはダメなんだなって判断されてしまうのは、ものすごくね、私はもったいないんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひね、この動画の、まあ、聞き比べが少しでも皆様のご参考になれば幸いだなというふうに思います。はい。ということで、皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですね、気に入っていただきましたら、チャンネル登録、高評価いただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。